はい、ズキです。以前 GPD Win 2の開封予告動画をアップさせていただきましたが、その到着前に GPD XD プラスが到着しましたので開封していきたいと思います。はい、品名はタブレット端末になってますね。で、はい、これが GPD XD プラスとなっています。これがケースですね。はい、パッケージはこんな感じですね。英文にチェックがされています。まあ、シンプルな感じですね。で、どこだ、ここですね。ここをパカッと開くと、これは緩衝材で、これが本体ですね。本体、液晶保護フィルム、そして使用説明書。日本語にはね、対応してなさそうですね。USB-C じゃないんだ。USB-C じゃなくて、マイクロ USB 端子のケーブルです。AC アダプター、イヤーポッツによく似たイヤホンということですね。一応内容物は以上になります。そしてこちらのケースは何ですか、ラバーっぽい作りって言うんでしたっけね。普通のありふれたケースですね。ここにはめてちょうだいねということですね。よいしょ。あ、もう完全ね、Nintendo3DS と同じような感じですね。はい、ちょっと持ってきましょうかね。比較したいと思います。はい、これがニュー Nintendo3DSLL です。さあ、こんな感じですね。ほぼ一緒、少し 3DSLL の方が大きい感じで、 GPD-XD プラスの方がちょっとちっちゃい感じですかね。でもなんかほんとね、そっくりですね。わかりますかね、この背面なんかもすごい、もうね、ボタンの配置なんかも、ね、そっくりですね。もうこうならざるを得ないのかもしれませんが、これがマイクロ USB 端子で HDMI 端子ですね。そしてヘッドホンジャック、 SD カードスロットということです。もうちょっと指紋がついちゃいましたけど、早速開けて電源オンしたいと思います。よいしょ。コントローラーがメインという感じですね。あ、これでモンハンやったら面白いな。これ電源ボタンですね。ちなみに GPD Win との比較でいうと、コントローラー部分はこんな感じになっています。大きさも GPD Win とほぼ一緒ですね。先にね、せっかくついてますんで、液晶保護フィルムを貼り付けたいと思います。はい、ちょっとね、気泡が入ってしまいましたが、まあまあうまく貼れたんじゃないでしょうか。それでは電源オン、来ました。この辺はね、 GPD Win と一緒ですね。日付も合ってるということで、あ、ちゃんとねタッチセンサーになってますね。この辺も 3DS っぽいよ。エミュレーターゲーム、アプリ、セッティング、ダウンロード、アーケード、N64、SFC、スーパーファミコンですね、DC、PS1 と。すごいな、これ。なんか、いろんなエミュレーターが入ってるんですかね。私にとっては少しハードルが高い気もしますが、まずアカウントをね、入力してみましょうかね。はい、こちらのセッティングから、アドバンスセッティング。ここをね、チェックすると、見慣れたね、Android の設定画面になりまして、ここでアカウントの設定を完了しています。BIOS と戻る。ストレージは現在インターナルフラッシュ、トータル 32GB で今 22.86GB 空いてるよということですね。 UI スイッチング、今メトロですがランチャー3に変えると、あ、こういう感じで、こちらの方がね、見慣れた Android っぽいですよね。プレイストア、恒例のアンティトゥベンチマークをインストールしたいと思います。ではね、アプリをインストールしている間に端末のね、説明をしたいと思います。私が今回購入したのは GPD XD プラス日本仕様設定バージョンです。 Android 7.0 搭載、 MediaTek MT8176、 5インチ液晶、 RAM 4GB、 ROM 32GB、 バッテリー容量が 6000mAh となっています。初回製造分の GPD XD プラスとのことで、メーカー国際保証1年間プラス国内正規販売店ならではの独自サービスとして、国内修理サポートが1年受けれるよということですね。
何でも故障した場合のコントローラー等の各種部品交換作業を国内で行っていただけるそうで、国際保証に比べると短期間で修理が完了するとのことです。そして、国内法に基づく PSE マーク表記に対応しているということですね。そもそも論としてこちら GPD-XD とこちらの GPD-WIN の違いは何かというと OS の違いということですね。こちら GPD-WIN はその名の通り OS に Windows を使っていると、Windows マシン、パソコンに近いというふうなイメージですね。でこちら GPD-XD は OS が Android ということで、どちらかというとスマートフォンに近いというイメージです。ただどちらも見ていただければ分かるようにゲームをしやすいようにしているマシンだということが言えると思います。まもなく6月に発売される予定の GPD-WIN2 がこちら GPD-WIN の後継機で、今回開封した GPD-XD プラスはすでに発売されている GPD-XD の後継機となります。この XD プラスはノーマル XD からおよそ3年ぶりのバージョンアップとなっています。今年の1月にグローバル発売されていましたが、 Amazon でも1月下旬から購入できたようです。今回私が購入したものは一応日本仕様設定と銘打たれていて、4月6日に Amazon で取り扱いが開始されているようです。同梱されている付属品が異なる可能性もありますが、金額としては今回購入したものの方が1500円ぐらい安くなっています。なお GPD-XD プラスも GPD-WIN と同じ日本のアルプス製ジョイスティックを採用しているそうです。スイッチ部分はオムロン製ということで、どちらもゲームパッド部分のパーツは同じということが言えそうです。ではね、早速アンテツベンチマークがダウンロードできましたので、ベンチマークテストをやってみたいと思います。
はい、ということで結果が出ました。89,115ということで、新しくなったアンティトベンチマークバージョン7ですね、以降で数々のスマートフォンのベンチマークを取ってきましたが、9万に満たないというのは結構ね、あんまりいい数字じゃないですよね。ブラックベリー Q1 が約8万、ギャラクシー S7H が14万ぐらいだったと思いますので、その間、どちらかというとね、ブラックベリー Q1 に近い数字だなということで、スコア的にはね、10万超えれば、ゲームもできるような、言い方をされるかと思うんですけども、ちょっとね、ゲーム専用 Android 端末としては少し厳しいのかもしれないですね。メディアティックのね、 CPU が非力なのかもしれませんが、個別に見ていくと CPU は 46,306、 ユーザーの 45% を上回っています。 GPU が 14,026、ユーザーの 14% を上回っています。 UX が 23,601、 そしてメモリーが 5,182 となっています。ベンチマークアプリのスコアだけ見ると、あまりゲームに向いてないというふうに判断もできる GPDXD プラスですが、いくつかね、いろんなゲームを試してみたいと思ってます。まずはね、この荒野行動をインストールしましたので、ちょっとやってみたいと思います。なんか久々にやってみたら、いろいろとちょっと変わってるみたいですね。久しぶりの新兵訓練ですが、お、いける、いける、いける、設定しなくてもちょっといけそうですね。はい、じゃあ行ってみましょうか。お、これは A とかで取れないかな。 A はジャンプ、これは手でタッチしないといけないっぽいですね。はい、ここですね。R1 がスコープ、はい、で、射撃は、B が射撃でしたが、 B を押すと終了しちゃうっていうことなので、この辺はね、設定によって変えるのかもしれませんね。ここでコントローラーをいじれば、これいいのかな、これいじっていけばいいのかな、はい、この辺はね、また調べてご報告できたらなと思います。はい、ということで本日は GPDXD プラスについて開封してベンチマークをテストしてみました。次回以降も、例えば今やった荒野行動の操作方法とかですね、いろいろ検証していきたいと思ってますので、もしご存知の方がいればまたコメント等で教えていただければと思いますし、こんなのやってっていうのがあればぜひリクエストいただければと思います。このチャンネルでは主にスマートフォンを中心としたガジェットについて、ちょっと真面目な検証をしたり、少しふざけた実験なんかをしていたりしますので、よろしければチャンネル登録の上ご視聴いただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。